キアです。 XR250 に乗ってます。まあ新聞でも載ってたらしいんだけども、あの大型バイクがね林道を走ってて崖から落ちたっていうね、まあ結構大怪我されたらしいんで、あんまり笑ってらんないんだけども、情報によるとモトラットデイズっていうのは BMW のバイクの集まりの方らしいんだね。まあそれの関連のツーリングでおそらく GS で林道を走ってたんだろうね。まあああいうのって結構大勢で林道を走ったりするからね、ついつい調子に乗って落ちる人もいてもおかしくないかなとは思うけども、まあ結構 GS に乗ってる人でもね、まあ、林道とかオフロードとか全然走ったことがない人もいるしね、なんか林道に入ってね立ちこけしてちょっと傷がついただけでもう泣いちゃうような人もいるからね。私とかね、あのオフロードイベントとかで会うような人はね、もうガンガンにオフロードとか走ってるからね、あの GS でも、まあ、そういうとこでもっていうか、そういうところだからこそね、あの崖から落ちる人っていうのもいてね、何回かそういうのをね見たことあるんだけども、まあすごい荒れた林道のね上りでね、道の真ん中に結構深い縦溝ができてて、まあそこから出ようとしてねアクセル開けた時にちょっと体勢崩してバイクが飛び出して崖から落ちたっていうのとかね、スキー場のすごい壁みたいな登りのところをね登ろうとしてて、もう完全に後輪が滑って横向いちゃって、そのままアクセルがなかなか戻せなかったんだろうね、そのまま横の崖から落ちたっていうね、というのもね見たことありますね。まあ結構慣れてる人でもね、アクセル開けようと思ってぐるっとやってる時にそうやって思ったより挙動が乱れちゃった場合にね、まあ、とっさにアクセル戻せるかっていうと体勢崩れてるとね厳しいものがあるんだよね。まあとっさにねバイクだけ投げて逃げれば よかったんだろうけども、なかなかねそういう風にはできないから、まあ、こういう軽いバイクだとね、あの危なくなったらねバイクだけ投げるっていうのはねよくあるんだけども、まあ危ないけども投げるときは投げないと人間が危なくなっちゃうからね。だからやっぱりそういう経験積んでないとね人間ごと落っこちるってこともあるのかな。まあ私もね結構林道とか危ないとこをね一人で走るからね、ここで崖から落ちたらもうどうしようもないなっていう、そういうところはよく走るからね、まあ極力落っこちないようにしないといけないね本当に。まあ私も一人で結構林道を走るからね、まあ一言ではないんだけども、落ちそうになったらねなるべく、バイクは投げて人間だけはね残るようにしないといけないなと思いますね。まあ状況によってそうできるかどうかは分かんないけどね、まあでもそういうふうにねイメージトレーニングしとかないと、いざという時にねしがみついちゃったりするからね。その事故の方はね仲間何人かいて連絡もしてくれたらしいんで病院に運ばれたらしいんだけども、まあ、大事にならなければいいんだけどね。というわけで、まあ、今回は以上です。ご視聴ありがとうございます。